最古のフィンランド語、聖書フィンランド語訳聖書による、フィンランド語新訳聖書、セ・ダブリアサイテスタメンティサンワキシーであり、言語のギリシャ語に基づいて1548年に翻訳された。今日、アグリコラはフィンランドの文章語の父とされている。聖書全体の最初の翻訳は、旧教会聖書と呼ばれているが正式には、ビブリア、セオン、ココプーハラマッツスーメキシーという。 これは、エリック・ロトビウス司教を率いる委員会によって1638年から1641年に訳され、1642年に出版された。1683年から1685年に改定されている。その数世期間にフィンランド語は、書き言葉としても、話し言葉としても発展し、平身とにあっても読み書きは普通のものとなり、 新しい版が必要となってきた。ビーブリアもしくは、1776年聖書と、呼ばれる聖書は1776年に出版された。聖職者だけでなく、国民一般向けの最初の翻訳であり、現代フィンランド語で最初に書かれた翻訳である。1859年に改定されているが、1776年、聖書はリバイバル派と、 フィンランド福音ルター派教会で今日も使われている。新しい翻訳と異なりこの版はテクストゥスレセプトゥスに基づいており、簡単に言ってしまえば、ジェームズ・オーバン聖書と同じ位置を占めているのである。20世紀初頭になって再び新しい翻訳が要求されるようになり、翻訳委員会が1911年に設立された。準備が整ったのが1933年であり、 1938年に聖書全体が出版された。この翻訳はしばしば1938年教会聖書と呼ばれている。フィンランドルター派教会によって訳され、ルター派で用いられている。言語とフィンランド語で単語を1対1対応させるという翻訳原則のために文章は大変に古風であり、時代遅れの方言も使っている。 この1938年版は、旧約聖書と第二聖典と新約聖書を含んでいる。最も新しい公式なフィンランド語翻訳は1992年の新教会聖書と呼ばれるものである。フィンランド初の共同訳けであり、翻訳委員会には、フィンランドルター教会からだけではなく、研究者やフィンランド聖教会、フィンランドカトリック教会が参加し、 すべてのキリスト教共同体で用いられることを目指した。この1992年版の翻訳原則は文脈を重視した翻訳である。畜語訳ではなく文脈を可能な限り正確に翻訳しようとするものである。初版は旧訳と新訳の両聖書が含まれているだけだったが2004年になって第二聖典も出た。フィンランド語訳の中でも公認されていないものに エホバの証人が用いている新世界約聖書がある。この翻訳の原則は1938年の版から変わらず、可能な限り畜語訳であると主張している。ただし、新世界約聖書はエホバの証人の独自の協議により不正確な部分があるとされる。キリストの神格に関する見解のように、キリスト教の根本協議を拒否することによって生じている。 自己流解釈からいくつもの間違いを新世界役は含んでいるとされ、キリスト教会からは異端とみなされていることは注意すべきである。最近、聖書の一部がフィンランドの少数民族の言葉へ翻訳されている。日本語では神はその一人語をお与えになったほどに、よう愛された。一人語を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ありがとうございます。